はい、こんにちは。こんにちは。のぞみのスゴ技 TV へようこそお越しいただきました。今日はですね、カード投げのギネスを持っているジョーマジックさんに来てもらいました。はい、まあ、ギネス、はい、日本のギネスなんで。十分すごいですよ。世界じゃないんですけど。十分すごいですよ。はい、ということでですね、はい、カード投げとは何ですか？名前の通りですね、カードを投げて的を射抜いたり、まあ、例えばろうそくの火を消したりとかっていうパフォーマンスですね。はいはいはい、危なくないですか？危ないですよ。危ないですね。はい、普通に危ないですよ。なんか僕も以前体験してもらったんですけど、うん、そうですね、手にキュウリ持っててもらって、はい、スパンって切りましたけど結構危ないですよ。当たったら血出ますので。ですよね。はい、そのカードの速さって大体どのぐらいの速さなんですか？テニスボールのサーブぐらいじゃないですか、ね、多分目で追いつけないと思います。多分今からやりますけれども。あ、本当にスローモーションのやつですね。そうですね、もう目では見えないですね。なるほど、はい、じゃあちょっと早速、はい、紙コップです。まあ、はい、キュウリ、あのキュウキュウだったらキュウリが今ね野菜高いんで。そうですね、あ、待ってた、台風とか。はい、さすが事情により紙コップとなっております。はい、これもね置いて、はい、このような形に、はい、して、そして僕がここで、すごいんですか？ちょっと怖いですけども、やばい、怖いなこれ。ちょっと怖いですけど。怖いな。あ、私そこには多分行かないと思うんですけど、はい、だいぶ下なのでこうしないといけないですね。あ、持ち方があるんですね。はい、そうなんです。一応持ち方あるんです。ちゃんと投げやすい持ち方というのは。こういう持ち方なんですけど、後でやります。じゃあこういう持ち方です。ちなみにこれカード投げ専用のカードです。普通のカードと何が違うんですか？もうまず数字が書いてないので、あ、トランプとしてはまず使えないですね。あとここに見えますかね、なんか穴が開いてるんですけども、この矢印の、はい、ここですね。これ投げるとですね、空中を切る音がシュ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 ってなります。これがこの穴のおかげで、この距離だともしかしたら分かんないかもしれないんですけども、もう無音のところで投げるとすごい音になります。これかっこいい音ですね。こういうカードです。早速ちょっとね、はい、投げてもらいましょうか。そうですね、やってみましょうか。多分日本にそういうカード投げの方が多分何かいらっしゃると思うんですけど、はい、間違いなく普通にリアルショブルとかマジシャンが普通にカードをやってる時のようなさばきなんで、はいはい、全然カード投げの人じゃない感じ、マジシャンですよ。そうですね、でも本当ぐらい扱いやすいんですよ。でも多分カード投げしてる日本人はいないんじゃないですかね、自分で。え、そうなんですか？はい、多分いないと思います、ここまでやってるので。ギネスとかガチで狙ってる人はまず自分しかいないと。まあ、世界にはあと3人ぐらいいますよ。知り合いなの？あ、知り合いじゃないですではないんですけどでは、行きますか。はい、多分何回か失敗しますので。では、あれ狙ってみます。行きます。おお。あ、当たったら痛そうな音がする。これヒュルルルルってなりますね。音聞こえました？音聞こえます。あ、惜しい。おお、いいですね。かましたら音がシュルシュルシュルっていう音が一応簡単になりますね。僕にもできるんですか？できると思います。じゃあちょっとやり方を教えてもらって。まず持ち方が、はい、この右の角っこですね。右角っこ、右角っこ、はい、はいはい、に人差し指と中指持ってきて挟みます。こうですね、はい。で、今度右の下の方ですね。下の方をこの親指の付け根のところに持ってきて曲げます。曲げる、はい、はい、で、ここでもう固定できますので、曲げることによって、はい、で、あとはこれがまっすぐに戻るこのバネの反動ですね。バネの反動を使ってさらに威力はビューンと増しますので、ここでわざと曲げます。まあ、固定できるっていうだけじゃなくて、その威力を増させるためにもここで曲げます。はい、で、あとは手を伸ばして指を離したところにですね、この的があれば当たります。はい、じゃあ行きます。はい、
どこに ここでもいいんですか。そこら辺です。はい。ああ、なるほど。いきます。打ち方いいと思います。結構滑ります。結構滑ります。ああ、惜しい。いいですね。じゃあちょっと。だいぶ、行きましたね。さらにこれを命中させるのは本当に難しいんですけれども。難しい、これ。はい。難しいですね。難しいですよ。一回やってもらっていいですか。あの、まっすぐ飛んでますね。僕今、こうなっちゃってるので。そうですね。てるので。こう立て替えてになっちゃったんですけど。はい、多分やっぱ、手首ですかね。手首が、柔軟じゃないのか。当てちゃった。当てちゃいました、すみません。まあ、ということでね、はい、ロボットのぞみのスゴ技 TV にね、はい、日本ギネス記録を持っているジョマジさんが、はい、今失敗したじゃないですか。今のちょっとカットで。ね、はい、来ました。はい。じゃということでね、はい、今回お呼びしたのはスゴ技 TV にジョマジさんでした、はい。ありがとうございます。YouTube のチャンネルもありますので、そうですね、はい。ジョマジ TV っていうのがありますね。ジョマジ TV と、あ、ジョマジディズニーチャンネル。まあこれ全然マジックとか関係ないんですけど、もうディズニー大好きですので。ので、はい、ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではまた次のスゴ技 TV でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。